アレックス、おはよう。おはよう、スティーブ。今日はね、イルカさんに案内してもらってナンパ船を探しに行こうと思うの。おお、いいね。チュ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 、海賊船よ、すごい発見だわ。すごい、イルカさん、ありがとう。おい、俺の船に勝手に乗り込むんじゃねえ。はい、こんにちは、マチャヌルマハです。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトのザ・パイレーツシップアドベンチャーです。はい、レゴマインクラフトの2019年の新ステージですね。はい、ザ・パイレーツシップアドベンチャー、海賊船の冒険っていうセットですね。今回はね、新しいミニフィグとかもいっぱい入ってるみたいなので楽しみですね。はい、じゃあ早速開けて作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・パイレーツシップアドベンチャーですね。おー、すごいね、結構大きなセットですね。うん、はい、じゃあ細かく見ていこうか。まずはこちらが陸地部分ですね。陸地部分にはこれ初めてなんだけど、うん、なんと燃えてるゾンビ。おー、日光に当たって燃えちゃってるゾンビね。あ、本当だ、燃えてるの、燃えてる、ついてる。そうそう、上がってちょっとだけ洞窟みたいになってますね。あー、なるほど。で、特に何もギミックはないです。で、ここに金鉱石がある、ね、そうそう、金鉱石があったりしますね。うん、ここにチェストがあって、チェストの中には釣り竿とか魚とかが入ってます。はい、はい、この辺りサトウキビとかありますね。うん、なぜかここに TNT バー。なんでだろうね、なんでだろうね。うん、で、ここにあるのが亀の卵。そう、亀の卵。今回ね、亀も新しくね、うん、レゴ化しましたね。あと、イルカも新しくレゴ化したね。そうだね、イルカもいますね。うん、で、こちら側には船に乗ったアレックスがおります。はい、で、これが海賊船ですね。おー、すごい。海賊船は多分ね、普通のレゴで出てると思うんだよね。レゴマインクラフトじゃなくて。だね。そうそう。それのミニ版っていう感じなんだよな。ただ、炎の一番上にオウムがいる。あ、オウム。この間ビッグフィギュアで使ったのね。あ、そう、ビッグフィギュアでね。うん、そうそう。で、こちらがですね、パイレーツ。海賊だね。うん。うん、海賊。で、海賊は金の剣持ってますね。おー。はい、で、これの面白いのが、レゴマインクラフトではおなじみなんだけど、これ、ね、外れるの。あ、バキッと。そうそう、パコッと外れるから、ね、簡単に組み替えられる仕様になって、こういう風に後ろにしたりとか。あ、ねえ、パパ、うん、これ外してね。うん、今は分かったんだけど。そうそう、行きます、ドキング。そう、こういうところにくっつけられるの。反対側にこっちにもこういう風な感じで、あ、こうくっつけて、あ、なるほど、陸地と船を合体させられる。すごい。これ今までにないタイプのね、うん、レゴマインクラフトですね。すごいすごい。すごいよね、これね。こうやって合体。そう。わあ、すごい。こんな風に、まあ実際だってマイクラってさ、うん、いろいろ組み立て自由じゃない？そうだね。そう、だからこんな感じで陸地に船をくっつけるとかできちゃうわけですね。ちょっとすごい。面白いよね。これすごいね。すごいことになってる。はい、そしてこちらが海賊船ですね。うん、海賊船はこの帆のところにちゃんとドクロマーク、海賊っぽいね、ドクロマークついてます。で、ここのね、この船から降りるための板かな。そうだね。わかんないけど、この飛び出るような感じになってますね。なんだろうね。なんだろうね。で、ここにですね、ちゃんとコンパスあるんだね。あ、コンパス。あと地図もちゃんとあるね。そう、地図もあるの。地図。地図これ。地図、すごい。地図これ。ね、すごいよね。で、あと瓶もあるね。それでここに大砲がありますね。大砲は後ろから押し出すとちょっと飛び出るやつ。ごめん、ちょっとパパブロックボト。こんな感じ。これしょぼい、しょぼい大砲ね。で、謎なのが、みんな海賊船そうなのかな、後ろにね、骸骨の頭があるんだよね。うん、スケルトンの頭が。そうだね。そう、これがあるんだよ。なんでだろうね。面白いね。うん、で、後ろはこんな風になってます。ちゃんと柵みたいになってるから、ね、いいいよね、よくできてますね。かっこいい。マイクラっぽい船、ちゃんと仕上がってるね。うん、はい、じゃあミニフィグ紹介していきましょう。まずこちらがパイレーツ、海賊ですね。ちゃんと片目見えなくなってて眼帯してますね。で、ヒゲも生えてる。で、金の剣持ってね。前回のエンダードラゴン、うん、あれはね、ドラゴンスレイヤーのスキンをもらえたんだけど、うん、これはね、もらえないみたいな。あらら、欲しかった。パイレーツってもともと入ってんじゃなかったっけか。あー、無料だったかもしれない。はい、続いてこちらアレックスですね。うん、アレックスはオール持ってますね。オールってか、まあスコップだよね。だね。うん、スコップを持ってイカダに乗っております。えい。はい、続いてこちら燃えてる最中のゾンビですね。おー、これいいよね。うん、で、こっち側になるとちょっと燃えてるでしょ。うん、で、これね、付け替えて反対側にするとすごく燃えてる。あ、すごいすごい。これね、一応ね、炎のタイプがね、2つあるのね。うんうん、あ、これなんか写真をさ、1回ずつ撮ってさ、そう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 、燃えてる感じ。1、2って変えればさ、うん、ボコボコボコって燃えてる感じにできます。そしてこちらがカメさんですね。うん、カメすごくいい感じだと思うんだけどね。そうだね、可愛くなってる、ね。マイクラのカメってこんな感じだよね。うん、
首は横にだけこういう感じで動かすことができますね。なるほど。あと足が動くくらいだね。そうそう、足は動かせるね。うん、はい、続いてこちらイルカさんですね。でイルカの方は尻尾、あとはヒレ、うん、動かすことできますね。このイルカは沈没船まで案内してくれるんだよね。そうだね、仲良くするとね、うん、でこれがオウムですね、うん、オウムもよく再現されてるね。そうだね。でこの前のビッグフィグのオウムはこちらでっかいスケールが違う。こんだけ違いますね、大きさね、うん。アレックス、おはよう。おはよう、スティーブ。今日はね、イルカさんに案内してもらってナンパ船を探しに行こうと思うの。おお、いいね。キュッ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 。元気に行ってらっしゃい。じゃあね、行ってくるわね、バイバイ。さてと、僕はチェストの整理でもしようかな。ギャー、ゾンビでも朝だからゾンビ燃えた。よかった。さて、チェストの整理をしよう。オウムさんもね。キッキーン、キーン。あら、どっか行っちゃった。すごいわ、イルカさん。早いわ。おお、すごいわ。やったわ、イルカさん。ナンパ船じゃないわね、でも。海賊船よ、すごい発見だわ。すごい、イルカさん、ありがとう。キュッキーン、キーン。やったわ、無事に乗り込んだわ。さてと、お宝を物色しましょうかね。あるといいな、お宝。ないかな、お宝。おい、俺の船に勝手に乗り込むんじゃねえ。うわー、大変だわ、海賊よ。どうしましょう。待て。どうしましょう。ブチャーン。落ちたようだな。海に落ちちゃったけど、でも何やらお宝の瓶ゲットよ。よかったわ。ん？何やらこの先に出口があるな。行ってみよう。やったわ、ラッキーラッキー。よかった、いなくなったわ。さてと、船に乗り込みましょう。じゃ、せっかくだからこの何やら不思議なドリンク飲んじゃうかしら。ごくごくごく、ごくごくごく。うわぁ！キーキー！ごくごくごく、ごくごく、キーキー！うわぁ！海賊だ！うわぁ、まずい、どうしよう！何も武器持ってないよ！そのお宝をいただきだ！スティーブー、その声はアレックス。私に任せて。うわ、またでかいアレックスだ。私に任せといて、スティーブ。パー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 。強いでしょ、どう？強すぎるって。そしてなんでまたでかくなってんの？何かね、瓶の飲み物飲んだら大きくなっちゃったみたい。そういえば、オウムさんがどっかいなくなっちゃったんだよ、ごめん。そうなの？ショック、私のペットなのに。ダーギャー。嘘、オウムさんまで大きくなってたのね。オウムさんまで大きくなってたなんて、かわいそうな、スティーブ。衝撃のエンドの仕方。オウムさんまで大きくなってたのねっていう感じ。じゃあ行くよ。嘘、オウムさんまで大きくなった。あんま笑ってない。あんま笑ってない。そりゃないよ。オウムさんまで。
はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・パイレーツシップアドベンチャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のスメ動画はいつもとコンテンツますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。寸劇でめっちゃ笑ったよ。